韓国棋院は大韓民国の囲碁の組織。プロの囲碁棋士が所属し、棋戦などを行う。日本の北に実る球団の門下として1941年にプロ棋士初段となった長南鉄が1943年に韓国に帰国し、1945年に囲碁団体としてハンスン棋院を設立。1947年に朝鮮棋院。 1949年に大韓起因と名前を変え、1954年に韓国起因となる。当時の韓国では、日本ルールによる現代囲語とあらかじめ白黒16個の大き石をした上で対局を始める純正語と呼ばれる伝統的な異語が混在しており、長男哲らは現代異語の普及を目指した。1950年に韓国異語界で、 初の段位決定戦を行い、南鉄が3段、他22人を初段とした。この直後の朝鮮戦争の勃発で活動を休止するが、3年後の休戦協定後に活動を再開。1954年に商談大会、入団大会を開始。1956年に新聞記船国主戦を開始。長南鉄が第一期国主となり、以後9連覇して、 第一人者となる。その後、1959年開始の覇王戦、最高位戦など多くの棋戦が開催され、当初は、金印陰気元川山鈴、総訓元など、日本で囲碁を学んだ棋手がトップとなっていたが、1970年代には、女王主が総に互いして、タイトルを取るなど、韓国で育った棋士も次第に、一流の実力を持つようになる。 1989年には、総訓練が、第1回を正規杯世界プロ囲碁選手権戦で優勝し、続いて、第2回は、ジョ・ホウシュ、第3回は、リュウ・チャン・ヒョク、第4回は、リッショコンが優勝するなど、1990年代以降は、あらゆる世界規戦で高成績を上げ、世界最強の囲碁勢力となった。1996年には LG 杯。 サムスン化災害の二つの世界選手権を開始。1997年から1998年のアジア通貨危機による不況では多くの帰船がスポンサーによって終了したり、賞金額を削減されるという危機に見舞われたが、その後は経済の復活に伴って新たな帰船も開始された。二千年以降はポストリ将校として、リオ、僕久しくん、蔡明館などが、 世界選手権を制し、国内棋戦でも李将校とタイトルを分け合うようになる。女流棋士も中国出身で客員棋士に迎えたの、異球団の影響もあって、レベルアップされ、2008年には、オ恩が韓国人女流初の球団となった。2010年には、囲碁広報大使として女優の李営雅を任命している。1967年から月間し、機械を観光。 1969年からは月間以後に解明。ありがとうございます。